はい、どうもこんにちは、ラウンドでございます。今日もね、いつもの海の場所に来てるんで車の音が多少響きますけど、静音化第何弾よ、 5弾6弾かな、やっていきたいと思います。今日はね、もう暑い、完全夏でね、なんかセミの音とかも聞こえてるか分かんないけど暑いです。まあ今日はね、ここ分かるかな、俺の髪型では分かんないか、風がね吹いてるんですよ。多分風の音もしかしてビュービュー入ってるかもしれない、風切り音がね。今日もっていうか、今日は久々だね。実際ちょっと久々になってます。暑いから、今日は風があるんで、作業やるだけ。熱中症になったバカじゃんバカじゃんとか言ってるけど、まあ、それにならない程度に、夕方の、今日本当風がねバンバン吹いてるんですよ。で、ちょっと涼しい、ちょっとね涼しいんでやろうかなという感じです。で、今日はここ、前回ね、前っていうのかな、フロントのとこやったと思うんですけど、今日はねこのリア、多分ね時間的には大丈夫と思うんだけど、このリアのここにレジェトレックスね、はい、このねレジェトレックスを貼っていこうかなっていう感じでございます。一応予定はここと、これが運転席の後ろかと、あと助手席の後ろと、時間があればトランクも、一応やろうかなという感じです。はい、ということでね、作業開始したいと思います。外すのはね、ネジ外すのは2箇所、ここにドライバーのネジとここにあります、ね、はい、なんか下校時間のなんか放送流れてるな。ここにね1個、これタップネジだったかな、すいません前回コメントで教えてもらったタップネジと、こっちの目の細かい方、これがビスかな、こっちがタップ、合ってますかね、そしたら、ここね、これを外す。まあパワーウィンドウとかは必ずコネクタがついてます。ここにねちょっと爪があるんで、これを押して出すと出やすいです。あ、出た、片手でもいけましたね。はい、あとはねここにまたネジが2つあるんで、これを外せば、何もあとはこう押さえてるものはないって感じですね。このネジを外しましたということで、あとは適当に手が入るとこからドンと、よし、はい、綺麗に外れました。いや綺麗じゃなかったね、俺スピーカーなんか来たカビだらけじゃないか、俺カビだよね。まあ、リアいいけど、たまにねこうやって外れない場合あります。まあ、手で取れる場合はこうやって、取ってあげればいいんですけど、あとはマイナスドライバーで引っ張ってあげるとか、あんまり古いと、これね、プラスチックがもうなんだろう、乾燥してパキパキって割れちゃう時あるんで、そしたらホームセンターとかに、最近これ売ってるんで、普通に。大分だとね、もうあっちこっち、普通に HI 広瀬とか、トライアルとかでも売ってるんで、まあ、2個で200円とか、そんぐらいかな。あとハンズマンとかにも結構あちこち売ってます。海洋品店でももちろん売ってるはず。はい、ということで、やっていきたいと思います。デトニングかな、静音化やっていきましょう前回と同様、ちゃんとアルコールティッシュで一応油分的なやつとゴミを拭きます。粘着が本当ね全然違いますからね、これ。はい、それでは貼っていきましょう。今日はエーモの結局ヘラを忘れて、まあ、長年使ってるこのヘラで貼っていきたいと思います。で結局ね今日もブルーシート的なの忘れたんで、レジェトレックスの箱の上でねやります。
はい、ということで、とりあえず運転席の後ろ側を、まあ、バランスよく貼ったって感じかな。バランスよくならちょっとバランス欠けてるな。ちょっとあとここだけ貼ろう。まあこんな感じで、まあ平均的に貼りましたよみたいな感じ。まあちょっとあの辺詰まってるなとかあるけど、全体的に見るとね。はい。まああとここだけかな。ここだけ貼って、ちょっと反対に行きたいと思います。ではね、こっち貼って、あっち側まだ貼ってないです。今からね、今から貼るんですけど、これ貼った後の音ね。いいですか？貼った後的なのあると思うんでわかんないと思うけど。こんな感じです。まあちょっとまだビビ音が入ってるねって感じ。あの、K は大体、あのね、まあなるのとならないとあるんで絶対とは言えないけど、まあこんな音。この音を覚えておいてください。全体的にはこんな音ね。これは貼ってる方ね。まあこんな感じ。で、これね、今から貼る方。まだ貼ってないですね。いきます。これ、マイクで伝わるかな？なんかね、あの、ボンボンって響く感じ。で、この軽い感じ。ほら、ここら辺分かりやすいね。このボンボンって響く感じが。ボン、あー、ダメな、これマイクで伝わるかな？こんな感じの音ね。はい、もう一回いきます。この音の、音がね、閉まってる感じがね、全然違うんですよね。この辺もそうだけど。あ、これ、あの、多分ね、あの、さっきのリベットのあれだな。緩いんだ、音。痛い、もう手が痛くなってて。うん、こんな感じ。で、もう一回ね、これ張ってない方。ほら。このボンボンボンって。これもね、微妙にちょっと音違うんで、俺はわかるんだけどな。マイクでどんだけ拾ってるかなんだよな。この軽い感じね。はい。ここは一番わかりやすいかなって感じです。はい、ということで、あ、まあ風はね、吹いてるんでいいんですけど、暑い、それでも暑い。ということで、車を反転してやろうかな。風向き的には今のがいいんだけど、反対側ね、嫌なものがあるんで、なんとなくわかるかな。ティッシュの周りにあるものがあるんで、ちょっとね、場所を向こうに移動してもいいんだけど、まあ、釣り人が来たらあれなんで、ちょっと車をね、反転してやろうかと思います。このね、今、助手席の後ろ側です。で、ここはね、もう、さっきと同じなんで、早送りでやりたいと思います。はい。ね、これが助手席側の後ろです。こっちもね、だいたいこう、平均的に貼ったかなっていう感じですね。まあ、だいたい平均的ね。バランスよくっていうのかな。ありました。はい。ではね、こっちも組み立てていきたいと思います。ということで、やっと後ろ。もう日が落ちてます。涼しいです。けど、暑い。風が止んだんすよ。来た時あんなにさ、風吹いてたのに、今、なんだろう、無風まではないけど、なんかほんと微風。無風だったらちょっとあれだ。で、俺これ、リアの外し方知らないんだけど、ネジとかないっぽいんだよ。外して大丈夫かな？大抵のものはね、外せるけど。え、なんか違う、え、合ってる？あ、大丈夫っぽい。あ、ペラペラなんだ。おー、取れました。取れた。
ネジがなかったんだね、完全に。おお、うわ、なんかあれですね、この鉄の空間っていうのかな。いや、言いたいことわかるっすかね。なんでこっちにビニール貼ってこっちに貼ってないのか、不思議だよねって感じ。なんで、まあ、確かにここはなんか若干ね、よく見ると濡れた跡あるけど、こっちは濡れた跡がないのかな。いや、わかんない、なんでこっちだけ貼ってない。いや、濡れてる跡あるよね、なんか。なぜこっちは貼ってない、なんで。このビニールってそもそもこの中に入ってる水がこっちに来ないように、手汚ねえな、こっちに来ないようにするためのあれなんだけど、水、いや、こっちが水こんだけ来るならこっちも来ない。あ、これあれか、こっから入るのかな、ここら辺から入った水をこう防ぐかな、まあ、ビニール見ると確かにここら辺までなんだよね。こっち濡れてないね、ほとんど。こっちめっちゃ濡れてるんで、可能性としてはここから入るから一応ここだけ防ごうって感じなのかな。うん、いや、しかしこれはなんだろう、ロードノイズの対策のしがいがありますね。こうなってたんだ。見て、この音が軽い感じ、わかる？ほら、そりゃロードノイズがひどいよっていうか、見にくいよね。わかるわかる。まあまあ今後のね、初めてまあ今回見たんで、まあ今後のなんだ、対策のあれにしよう。まあこれね、普通の多分ね、ムーブとムーブカスタムってナンバーの位置が違うんで、カスタムだと多分この辺になんか多分あったりするのかな。普通のムーブはあのバンパーの方、リアバンパーの方についてるんで、ここに何もないんですよね。カスタムは多分なんかこれ確かここにナンバーがあったはずなんで、なんかあるんでしょう。いやー、この空間の塊、いやいや、今後は楽しみです。だいたいね、平均的に入りました。いやー、疲れた。多分1時間ぐらいかかったんじゃないかな。1時間かかってないな、30分ぐらいかと大げさだった。はい、まあだいたいこれで晴れたんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと横のドアより微妙に、多めかなというところですね。はい、ということで、取り付けます。まあ、叩き入れるだけだけどね。今日の作業が終了です。もう何時間かな。意外とね、動画じゃ長く感じるように思うかもしれないけど、結構ね、まあ、2時間は余裕でやってますね。2時間半ぐらい多分やってると思います。手も見て、これめっちゃ汚れてます、ゴムだからね。まあ、あとレジェトレックスをどれぐらい使ったかっていう感じなんですけど、これね、1本目の最後の残りです。残りがこんだけ。わかる？これだけです。これだけ。こう。だから、まあ、1本あったら、内張りの分は、まあ、ああやって、まあ、平均的っていうかな、まあ、平等にじゃねえけど、バランスよく貼れば、まあ、1本あれば、まあ、内張りの分は全部足りますよ、といった感じです。内張りに、まあ、正直でこれ貼る人あんまりいないんだよね。もうどちらかというと吸音材をバーンって入れちゃうんで、まあ、今回はまあ自分はちょっと試しにね、まずこの制振材っていうのかな、このレジェトレックスを貼りました。これだけでも音が違うからね、俺はそう思ってます。で、あとまだ2本あるから、まだまだ貼るとこいっぱいあるんで、今後ね、ちょっとずつまあやっていこうかなと思います。暑いからね、涼しい時やんなきゃって感じ。あとね、ハサミが、これわかるかな。もうレジェトレックスのこのゴムがめっちゃついてんの。もうね、もう閉じることさえ許されないレベルでついてるね。もう使えない。だから、カッターでもいいんだけど、
カッターだとね、この切りづらいんですよ。もうハサミでチョキンチョキン最初いいんだけど、もうだん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 多分ね、フッ素加工とかでもおそらくついちゃうんじゃないかと思います。それだけがね、ちょっと切るときに大変だったって感じ。まああとはね、まあ、作業的には今回ね、まあ第5、6、これ第6弾か、はい、まあ第6弾かな。そこまで難しいっていうほどはないけど、多分効果もこれだけじゃねそんなにないんですよ。で、今回が6で7、次回かな、次回になる、次回からはねもうすでに次入れるのが吸音材、もう最初発表しておきます、吸音材です。何だったかな、名前吸音材綿みたいなやつね、あれがねもう家にあるんですよ、はい、だからまああとまた時間見つけて、ちょっとそれをね、これの内張りの、今レジェット X が貼った上からね、こう綺麗にできる限りこの形に切り取って、貼っていこうかなと、いった感じになっております。今後はね、あとですね、もうちょっと暗く、もう外ねちょっと暗いんですよ周りも街灯がついてるから暗いんで、結構ねカメラ頑張って明るくしてるんだけど、それとですね、実際に走った感じは暗くなり始めた実際に走った感じなんですけど、何もしないより今のこの状態、今レジェットレックスしか買ってないですか、内張り、やっぱね効果はゼロじゃないんですよ。走ってたらやっぱり外から入ってくる部分のところをこれでね、振動が伝わってこれに音が伝わってるって、なんていうのかな、こう表現しづらいですね。音がね、外からの音っていうのは振動を通じて中に入ってくるじゃないけど、難しいな、表現が難しい。でもそれのやっぱりこのただのプラスチックのポン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 って、まあ、まだこれ完璧じゃないんでこんな感じで響くけど、これをやっぱりその精神剤デジトレックスをつけることによって静かに抑えてくれます。完全にパッて消えるんじゃないです。やっぱその音がまだ完全に防ぎきれてないんで、その振動ね、伝わってきた振動をある程度軽減してくれるんで、実際走っててもそのロードノイズで道路がうるさいとこと静かなとこあるじゃないですか。静かなとこに行ったらもうすっげえ本当に静かです。まあそれはタイヤとかにもよりますけども、やっぱね、違います。で、うるさいところは、なんか多少変わったなぐらいな。まだまだこれまだ、最初まだ、まだまだ今後やって、いろいろやっていくんでね。あれなんですけど、まあ一応ね、やってみて、損はなかったかなと思いますね。今後まあやっていくうちのまあベースじゃないけど、まあそんな感じなんで。はい、ということで、動画としては何分になってるのか分かんないけど、撮影としては2時間半ぐらいかな。2時間半ぐらいやってます。もう暗くなってるの多分分かると思いますけど、これもカメラ頑張って明るくしてるんで、そこら辺に今走ってる車完全に木で見えない。でもほら街灯がついてるのが多分見えると思うんで、本当に暗い状態です。はい、ということでムーブ静音化第6弾をねこれで終わりたいと思います。またね、これまだ後ろね、今回取り付けて、今ね、貼って3面、後ろ両方貼って、一番トランクがあって、ハッチバックも貼って、まだ走ってないんで、それはまた第7弾の初めの時に、か、もしくはこの後、機会があれば、どれぐらい変わったっていう動画をね、撮っておきたいと思います。ということで、今回はご視聴ありがとうございました。疲れて。はい、以上です。また次回お楽しみに。じゃあね。ご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。